さんどうすか、結構この流れでドラフトとか、まあ、ズノさんとかはね、はい、名言が難しいと思うんで全然スルーしてもらってしまうんですけど、内田さんのその補強、ドラフトの補強ポイントっていうか、コンオフのドラフト補強ポイントとかってどう思ってますか？はい、結構やっぱり今年の成績次第とは思っていて、まあ今年度はやっぱりまあ維新政権下でも叫ばれてた先発投手の若返りっていうところで、完璧ではないけど、まあぼちぼちっていったところで、じゃあ結局まあその若返るために近年ピッチャーも偏って取ってたりしてましたが、あとはその反面野手では素材型の高卒をまあ 右打ちね、まあ、一応取ってみたんだけれども、まあ現状差がついてたりしたりするので、やっぱり半々になるけど、これはもうチーム状況次第でちょっと投手と野手のバランス変わってくるのかなっていうところですね。なくとも野手に関してはもう現状の課題を埋める、まあ大卒以上っていうようなところになってくるかなと思ってはいます。ポジションとかだと結構どうですかね、まあ、結構全体的にだと思うんですけど、実際まあこれ逆質問なんだけど、仁さん的には、例えば今年のまあドラフト出場でまあ大卒の外野手右打ちもいるんだけれども、それは取らずに現況、今現状いる選手で我慢するべきなのか、そうではないのかっていうのはどう思います？難しいんですけど、右の外野軍団いるじゃないですか、あの4人2軍に、その柳沢、うん、大河原、吉野、前田っていると思うんですけど、特に前田が結構いい成績を残せてて、現状は打点っていうことを考えて21歳って考えると、大学野球に入ってたらいい成績残してるんじゃないかなってくらいの成績を残してて、まあ、そこに大河原とかも、大河原とか柳沢とかも追随するくらいの素材は見せてるので、ここに右の外野手をかぶせるっていうのは、そう、運用的にも結構厳しいものがあるのかなってのも思いますし、あと多分今年の大学生外野手のスケール的に、その吉田正尚とか佐藤輝明とか、はい、そんくらいのスケールはないんですよ。そう、そこが結構ポイントというか、って考えると、まあ、内野手か捕手を1位2位3で、まあ、大学生中心に取っていくのが無難なのかなとかは思わなくもないですけど。なるほどね。今の話だと、今やっぱ楽天も長打力に今課題が出ている状況で、ちょっと厳しそう、今年も本オフか。結構その外野手のこう2大選手に西川と渡辺っていう2人がいると思うんですけど、はい、渡辺はサードのオプションがあって、西川も元ショートってことで、こうショートは無理にしてもこうサードとかで指名するみたいな、ウルトラシーはなくもないかなと思わなくはないです。渡辺とか西川を指名するのであれば、サードも込みでっていうところはあるかもしれないですね。なるほどですね。外野は現状の選手で、頭脳さんは多分いろいろは語れないと思う。そうですね、私自身はの考えはちょっと今度やるイベント、6月29日にラケドラというイベントをやりますけれど、まあ、その、まあ、場とか、あとはその後でね、いろいろと話せたらなと思うので、まあ、よければこの動画とか見ていたらっしゃる方、来ていただけると助かります。はい。そうですね、今までの質問でちょっと質問コーナー結構拾っていくんですけど、まあ、多分冒頭でもちょろっと語ったと思うんですけど、楽天の守備面の課題がたまに上がってくると思うんですけど、どのように考えてますかっていう質問が Google フォームに来てるんですけど、どうですか、視聴者の方から来てる感じですか？まあやっぱりなんか結構特定の選手のところでシフトとかがまあいびつになっているっていう風なところがあったのと、あとはなんだろう、なんか結構こうそのシフトとかもそうだけど、なんか連携がうまくいってないみたいなところが結構多くて、まあなんか代表的なところだと、まあ辰巳と小郷のその何だろう、宇宙間の連携っていう風なところで声かけがうまくいかずに結構交錯しそうになってなっていうもしたりと、そういうのが多くて、そこがどうなんだろうなっていう
ふうにはちょっと思いますね。結構球場行った時もシフトで全然動いてないなっていうのがあって、うん、シフト敷いてないなっていうのがあって、うん、なんならその、うん、まあ、これリスナーも言ってたんですけど、その二遊間の選手が外野に指示出してないんですよ、こうコースとか伝えて、うん、なるほど、うん、そう、それはもうどうなのっていうところはやっぱりあって、うんうん、まあ、多分岡田コーチと塩川コーチの2人体制のあれもあるのかなっていう思うんですけど、定位置めちゃめちゃ多いんですよ。そこが結構気になるなってところあるんですけど、うん、いや、ゆきちゃんさんどうですか、ちなみに。ああ、やっぱりそのね、さっき言ったようにこのシフトの影響で非バビップが高くなってるっていうのがやっぱりジンさんの考えかなっていうところで、うん、これは確かどなたかもなんか岡島が指示出してたけれどもなんか全然反映されてないみたいなっていうのもあったんでしたっけ。なんかツイッターの現地行った方によると、うん、岡島選手が指示を求めてるにもかかわらずそのベンチ不動で結局定位置だったみたいな話が、ベンチが悪いやんって、うん、ベンチがな、その動かないっていうのが結構あったみたいですね。これはちょっと問題だなって思いますよね。今時そのトラックマンとかでありとあらゆる打球方向のデータが出る時代に、うん、なるほど。ということはこの選手単体が悪いっていうよりかはそういった工夫さえすれば改善できるっていうような考えですかね。あ、どうなんですかね。でもやっぱりその浅村選手とか島内選手とか岡島選手とか、うん、まあ、明らかに足が動かないよねっていう選手も結構いてそう、なんか結構現地情報、ね、あの配信してると入ってくるんですけど、島内選手のアップがもうおじいちゃんだったみたいなのは結構聞きますけど、うん、そういうとこも込みでって感じですかね。おじいちゃんプラアップがおじいちゃんの選手を使ってた、序盤は使ってたプラス、まあ、シフトも敷かない。特にねセカンドとかって結構楽天シフトありきみたいなところがあって、うん、そこがなくなったってなると小深田選手とかねだいぶきつい UJR 出してるしっていう、うん、あ、確かにな。あのさっきの話だとこの浅村選手のバックアップに入るために、まあ、村林選手って多分三遊間深めに守ってるって、で結構小深田選手もこのあれじゃないですか、この 1,2 塁間の打球をまあ回転してそのままファーストに投げるっていうイメージがあるってことを考えるとセンター方向結構ガラキな気がする。そうですね、地獄だな。うん、で直近交流戦になって まあ、浅村が変わって結構小深田がなんかセンター方向の打球追いつくことも増えてきてて、うん、あとかとか 1,2 塁間もそうですけど、なんかだからそこら辺でまあなんかいびつな感じとか少しずつ治ってきてるのかなっていうふうに思います。あ、なるほど。うん、鈴木大地も一時期すごいかなりきつかったんですけど、そこら辺はなんか体の状態もあるのかなとか、なんか邪推しつつみたいな。まあ、何気に辰巳選手もね年々結構狭くなってきてますから、これ、うん、ここも結構、うん、辰巳選手のライトコンバートとか、うん、結構そろそろ考えなきゃいけないのかなって思わなくもないですけど。あ、ちなみにどうだろう、辰巳選手がまあもともとゴールデングラブと最初に取った時の守備のイメージあると思うんですけど、今ってこう前と後ろどっちが弱くなってたりします？まあ、左右もそうですけど、去年までだと後ろが特に弱いみたいな感じで結構データとかでも出やすくって、うん、でただ今年に関して言うと結構前の打球に対して結構途中で諦めてしまうみたいな形でなってる傾向が多くって、うん、そこがどうなんだろうっていうふうにちょっと思って。ああ、なるほど。うん、で交流戦入ってまあなんて言うんだろう、たまたまなのかよくわかんないですけれど、前の打球の方に追いつくこととかも結構増えてきてるので、まあ、ここがどうなるんだろうっていうふうにちょっと今様子を見ているって感じです。ああ、なるほど。あとはなんか一時期仁さんアームおかしくないみたいな話はしてたけど、そこは大丈夫そう？いや、ダメですね。2019年とかかなり強かったと思うんですけど、うん、今は平均的な外野手よりやや下くらいな感じになってて、肘手術してちょっと持ち直したけどまたダメかって感じは結構ありますね。ああ、うん、
そうですね、なんか去年僕が現地見に行ったとき、なんか9月とか8月とかそれぐらいだったと思うんですけど、なんかライトとのキャッチボールの距離っていう風なのが、なんかプロ野球選手と思えないぐらいなんか短くなってて、で、なんかそこで結構やっぱり肩肘結構限界来てるのかなと思ってて、で、なんかもしかしたらオフ手術とか、まあするんだったら、まあ、うん、そうな、まあ、もしかしたら次翌年変わるかなとも思ってたんですけど、特になかったので、そうですね、なんか、うん、体の限界なんかちょっとわからないですけど、そういうところはありそうだなっていうふうに結構、なるほどですね、まあ FA とかも込みで、まあ、センターの育成、まあ、特に今21歳の外野手とか4人いますけど、そこら辺が育ってくるのは急務なのかな、うん、まあプラス中島選手いますけど、そこら辺が育ってくるのは急務なのかなっていう、あと結構もう一つ付け足しておきたいんですけど、前進守備多すぎですね。デーブ楽天の多いですね。うん、そこら辺は結構課題かなっていう。なんか内野はちょっとよくわかんないですけど、外野はなんか岡田コーチがなんかそういう方針だみたいな感じでサンスポの記事がちょっと出てて、あで、なんか今年はなんかそもそもなんか打球が飛ばないっていうこともあって、いろんなチームが外野の前進を敷きやすいんですけれど、こういうのに限らず、ちょっと楽天はちょっと外野の守備、前進が多いよねっていう。21失点とかは、もろに前進守備が響いたみたいなところもありますからね。質問でも来てるんですけど、ルイス・フアレス内野手が楽天イーグルスに可能する可能性はありますかみたいな質問が来てるんですけど。ありません。それは特定できる質問です。外国人選手、そう、エキシナさん、まあ、結構その語りたいみたいなのは、はい、おっしゃってたと思うんですけど。外国人選手だとどうですか、はい、今年、まあ、プロ野球全体で見て、なんだろう、今更新規外国人野手を取ってそれをなんかコアにするっていうのは非常に非効率だなっていうのは某球団を見てるとすごく思います。やっぱりね、確実にペイを取るってなったらリリーフ一択ですよ、どう考えても、うん、と思います。確かにね、まあプロ野球の高レベル感あるんでしょうね。だって今日の、今日お二方中継見られました、ちなみに。見てました。うん、ライデル・マルティネス、ほぼメジャーリーガーじゃないですか、あんなもん。はい、うん。それはすごい感じてて、その環境になったときに、多分、まあ、フランコがメジャーで2割ちょいの9本とかでしたよね。うん。あれ、そうですね。あれで1億って考えると、まあ、本当にこれで1億かって日本換算で1億かってなりますもんね。僕ちょっと吉野さんに質問いいです。はい、はいはい、結局なんか外国人の実績のある選手がやっぱりなかなか厳しくなっていく中で、なんかデデーニョみたいな形でなんか結構あんましそこまで実績がない、ポテンシャルはあるけれどみたいなのをなんか育てていくみたいなのは一つの手なのかなみたいなところをもう思ってたりしたんですけれど、はいはい、ここっていう吉田さんどう考えられます？もちろんその今のトレンドを考えるとそれが一番最適解ではあるんですけど、このセデーニョ選手に関しても、うん、WA であれだけの決勝度はいません。まずあそうなんですね。少なくとも取るレベルとしたらまあ、トリプル A、まあWA の段階からもう打率がおかしいとか、シンプルに三振率が高いとか、そういう選手がやっぱり多いのは現状ですね。うん、だからやっぱりね、思うのは過去の外国人選手とかだったらとりあえずトリプル A でなんか3割30本残してる選手取れば、まあ、とりあえず当たるだろうみたいな、そういう時代はもう終わっちゃったんですよ。なのでもうここから先はやっぱりその本人の内面、この日本に適応できるかっていうのと、やっぱあとメカニクスとかじゃないですかね。こうちょっと具体的には言えないんですけど、日本人投手にも対応できそうなフォームとか、そういったところでもうよりスカウティング能力が試されるような時代になってくるかなと思います。まあ今意外とね、アメリカ独立リーグが狙い目なような気がしますね。うん、いわゆる、そうそう、ウォーカー、あとは外れたけど、ホーキンス。ホーキンスですね、ホークスの。まあ、
比較的、ローコスト、ハイリターンっていうところですね。うん、だからそこから、調査というか、市場を伸ばしても全然ありかなとは思ってます。うん、キューバとかはもう結構きつい感じですか？まあ、そもそもね、赤みそさん言う通り、なんかもう、ほぼほぼ MLB に亡命したりとか、残っててもなんか、向こうやばいでしょ、超蛇行でしょ、セペダがいまだに、なんか4割近く打てるとか。そうなんだ。でね、なんかね、なんか昔もね、結構楽天もちょくちょくキューバ連盟とかに顔出したりして、なんかコンタクトは取ってるけど、なんかないよね、名も実績。確定要素が強いな、いなくなったりとかするだろうし。少なくとももう 3A で、はい、1億円みたいな、そういうのはもう厳しいだろうね。今日、竹本さんが、来られなかった。ファームについて語りたいみたいなことを竹本さんがおっしゃってて、ファームの運用とかって今年どう思われますか？去年よりはだいぶ良くなってるっていう風なのがまず前提として思います。で、去年ってベテラン選手が特にかなり中心に出ているっていう風なところで、特に外野がかなり厳しいみたいなところがありましたけれど、今年はね、高卒3年目の4人組と、あとは、今年取った、中島と、あと、青野くんとかも、そこら辺もちょっと結構出ながら、よく運営はされてるかなっていうふうに思う。ただ、これは、なんか、ファームの方が悪いというか、別にそういう話ではないけれど、ピッチャーが足りないみたいなところで、どうしてもね、なんか中堅どころがなんか連投されてたりだとか、まだまだ若い選手が、小蛇が例えばじゃあなんか120球ぐらい投げてるみたいな、なんかそういう風なところとかもあったりして、ここがちょっと苦しいかなっていうところでは。そうですね、ピッチャーはね、苦しいなっていうのは。生島さんどうですか？まあそうっすね、やっぱり、自分も頭脳さんと同じように、リリーフがやばくねえかというところですよね。日向選手、結構皆さんね、登板感覚とかって、だいぶ目を光らせてるような感じで、最近は抑えられてるのかな、だいぶ。とはいえ、鶴崎投手も先発転向してるんでしょ。足りるの、シンプルに。どうなんですかね、これはもうピッチャーの頭数の問題なのか、それとも運用面の問題なのか。頭数な気がするな、結局、ドラ2で取った駒子投手と高田投手、もうちょっとまずいじゃん。今、そこがちょっとだいぶ誤算だったような気がします。でも結構いい面もあると思ってて、その特に野手なんですけど、多分、はい、二軍の帝王的な、いわゆる20中盤の20後半の二軍の帝王的な選手が一掃されて、はい、特に、最近はね、ほとんど20前半の選手で固められてるんで、野手の運用はすごい快適だなっていうのは思いますね。ただ結構外野とかがその中で難しいなってのは結構。数がいるってことね。そう。誰を優先するのかっていう、この中で前田選手とかがあんまり打席数稼げてないっていうのは結構気になってますね。多分怪我明けってのもあると思うんですけど。ファームの運用で言うと、二軍の試合が増えたってのも結構大きいのかなと思う。多分球団が増えたせいで試合数も増えてるじゃないですか。せいでって言ったらあれですけど、それでなんかそのファームとしてどうなんだろうなっていう日程の詰め方なんで、そこも単純に大きいのかなって。どこの球団も結構キツキツだなっていう。余談ですけど、ちょっと多分その新規球団からトレードでリリーフとか取るの難しそうだなってのは思いますね。まあそうだね、その回らないっていうところね。そう。結構もう余裕出す選手出してる余裕ないんじゃないかなっていうのが、特にピッチャーはっていうのを思いますね、新規球団は。逆に例えば新規球団2球団って一応補強はできるのかな、この時点で。一応なんだろう、はい、トレードとかはできるとは思うんですけど、まともなピッチャー出してる余裕ないでしょうね。特に工夫はやっては、はい、確かにそれこそやっぱり北田球団の思惑としたら、その2球団から抜けてるエース格とか取りたいけど、無理でしょうね。うん、だからこのままだ
とあんまり元プロがこの2球団に行くメリットもないんじゃないかなとか思い始めたりしてますけど。ああそうね、運用回せないんだったら、うん、独立とかで過ごして結果出したら元プロとかの方が。じゃあまあそんなわけでちょっと1時間ちょい、お話しさせていただきましたけども、最後になんか、まあ、今シーズンにの楽天イーグルスにかけるあのまあ、言葉というか、あのなんか一言あればお願いします。結構投手がね、あの世代交代うまくいっていってるので、であとはもう少し野手も新しい顔ぶれっていう風なのが少しずつ 見えてくるともっと面白いかなっていう風なところがあるので、こうちょっと期待してるって感じ。岸田さんどうすか。うん、やっぱり僕はね、あの支配下枠どうするんだいというところですよね埋める気あるんだいと。うん、だからその、まあ、選手が残りいるのかわからないけれども、なんかこう、なんだろう、使える手段を取らずして戦うっていうのは、個人的にあまり好きじゃないんで、そこをちょっと、まあ、7月まで、その期限まではちょっと見守っていきたいなと思います、うん、西武とかオリックスも、育成からの昇格みたいなのがめちゃくちゃ増えてますもんね。確か、DeNA もそうだし。野村楽天くらいの時って大体支配下埋まってなかった気がしますけど、そんな感じで運用するかもしれないですね、もしかしたらあの時もね、もう外国人3000万とかでしたから。はい、じゃあまあ、お二方、もう1時間弱お付き合いいただきありがとうございました。はい、まあね、ございました。はい、またね、はい、ありがとうございます。はい、あの機会があればよろしくお願いします。それでは失礼します。はい、失礼します。失礼します。